はい、おはようございます。5月6日土曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言はなんと広島からお届けしたいと思います。今朝の一言は正道に困難はつきものということで解説文を読んでいきたいと思います。世の中の多くがご都合主義あるいは自分の利害特質で生きている中で、真面目に原理原則を貫いて生きていこうと思えばいろいろと困難に遭遇してしまう。しかし、制度を実行する人が困難に遭遇するのは当然のことだ。だからこそ困難を楽しむくらいの境地にならなければ、制度を実践し続けることはできないということなんですけどもね。なんか一見というか、僕も結構若い時、経験ありますけども、なんか、こう、まあ成功という定義に、まあいろいろあるんで、まあここではあえて、特に、定義しないですけども、早く成功しようと思って、なんか、ショートカットできる道ばっかり探してて、結局何も生まないみたいなことを、結構20代前半とか繰り返してたな、とかって思いますけども、やっぱりこう成功するには、毎日コツコツね、高い志を持ってやっていくみたいな、もうそれこそ制度は分かっちゃいるんですけど、やっぱ時間、かけるんだったら、早道して、ショートカットして、困難なところ避けて、早く成功したいみたいなね、ことをね、バカですよね、考えてましたけども。なので、まあ、確かに、今日の話で思うのは、まあ、僕なりな、その成功に関する定義みたいなものを、わかりやすく言うならば、まあ、結構起業した人とかでね、行くと、起業した人とか、まあ、フリーランスとかっていう人で行くと、まあ、ちょっと経済的な指標が分かりやすいかなっていうのがあって、まあ、そこで行くと起業して、まあ、順調に事業成功させて IPO するみたいな、ことができた友人が幸いに周りにかなりいまして、で、結構一社一社というか一人一人見てると、やっぱ起業して8年から10年ぐらいコツコツやり続けた人だけがやっぱ IP をしてるケースが多くてですね。まあ、なので、そのさっき言ってたみたいに僕のね、20代前半お恥ずかしい感じでショートカットしようと思っても、その8年コツコツやってた人にはかなわないんでね。なので、これはもう最低8年は続けるっていうね。いう感じで今取り組んでますけども、やっぱりなんかそのぐらいの時間はまあ費やさないとなかなかうまくいきませんよということなんじゃないかなと。なので、そうですね、困難楽しむって書いてありますけど、まあ状況によってはね、楽しむって結構難しいことだと思うんで、結構辛いと思いますけど、今お話した、まあ参考になればと思いますけど、まあ8年から10年かかんだなと。どんなに優秀な人がやってもっていうのをなんとなく頭の中片隅に入れておくと、ちょっと気が楽になって続けることが楽しくなるんじゃないかなと思った次第でございます。ということで、今日も楽しんでいきましょう。